雲南派の一員と目され、後に国民政府でも養殖を務めた。字は、聖はじめ。号は、静かはじめ、静か案。平族。読書人の家庭に生まれ、霊校のふみ、代理の因味においていずれも上位で合格する。1900年、代理西雲書院を卒業し、同郷の先輩にあたる長藩のもとで文案として、登用された。その後、 長藩に随獣して、湖南省、四川省でも任務に就く。1903年に、雲南に戻ると、里見を受けて第一位の巨人となった。1904年、官費により、日本に留学した。公文学院で学んだ後、早稲田大学に進学して、法律、政治を履修した。1907年に帰国し、 小学無効所普通科課長検証上領給、市販協務長となる。同年、雲南省内の鉱山の権利をめぐって、新庁がイギリス、フランスと不平等条約を結ぶと、これに反発する雲南各界の代表として、周小学は北京に派遣された。1910年秋に、片馬事件が発生すると、小市議局により、新庁の外務部に、 英国への抗議を求める代表として、再び北京へ派遣されている。1911年10月30日の昆明中、旧機議当時、州小学は、上記に関する交渉で、北京にあった。11月12日に、昆明に戻ると、雲南軍都督斎津波から、都督府秘書長に任命される。これ以後の州は、雲南派の政権において欠かすことのできない。 事務方の要人となった。1912年8月、周小学は、雲南省教育市長に任命された。翌年2月には、雲南幸福市編纂局総裁も兼任している。同年4月、天中観察士を務めた。1915年2月、北京で、全国警戒局、ただ市弁を務めていた。 サ津ツの招聘に応じて、全国警戒局秘書長兼局評議委員会主任となる。この時、全国警戒局清竹所所長を務めていた委員長と協力して、電磁調査のための法規制定、研究に尽力する。その成果は、警戒法規草案、中国歴代警戒企業、各国警戒企業の3つの著作としてまとめられた。1915年、 遠征街が皇帝即位を目論むと、サ津ツは、雲南へ戻り、五国戦争を発動した。この時の修正学は、北京に泊まり、直接には、五国戦争に参加できなかった。しかし、園に対して、陽動の伝文を提出するなどして、再の雲南期間を支援している。1916年のサ津ツ死後、修正学は、 四川省で雲南派の四川特軍代理、ら背金の秘書長となる。翌年にらが四川で敗北すると、州も雲南に戻る。間もなく、雲南特軍党次、行の下で、安国連波軍総司令部秘書長となった。1919年11月からは、雲南省庁代理、さらに1920年6月には、正式に雲南省庁となっている。 古品鎮の平変を経た後の1922年3月からは、党から、雲南寺を運試験数密町長検証法制委員会会長に任じられた。1926年1月には、省内無視長検にぎやか無所総弁を務めている。1927年2月に、統津企業は、リュウクモ久も、小グラ部カの四鎮樹氏の平変により失脚する。 しかし、周小学は、引き続き四鎮樹氏に起用され、小津と委員会場務委員県内務長長代理に、任じられた。間もなく、龍と、コラとの間で衝突が発生すると、昆明での戦闘を回避するための調停を行い、その後、周は一時引退する。1930年、運南に、通志官が設けられることになると、周小学は、準備主任を務めた。 翌年の成立とともに、通史館館長に就任している。以後、州は、新三雲南通史と、俗雲南通史長編の編纂を行った。1939年、竜雲の紹介席への推薦により、州は、国民政府内政部長に抜擢され、さらに県政計画委員会主任委員も兼任した。1944年11月には、 国民政府院権公子委員副委員長に移動している。1945年10月、リュウグ野が武力により、雲南省政府主席から罷免されると、州省学は、小解析に対する反発を抱くようになる。1947年7月、甲子委員副委員長を辞任して、昆明に戻る。その後は、資料整理の傍ら。 雲南省政府主席路管の相談役ともなった。中華人民共和国成立後も、州小学はそのまま大陸に止まる。1953年に、雲南省文士官会員となる。1954年には、中国人民政治協商会議第2期全国委員会員となった。1955年5月19日、昆明において病没。去年80。 ありがとうございます。